ウクライナ軍もロシア軍も苦しい戦いが続いておりますが、ロシア軍では巡航ミサイルなどの精密誘導ミサイルが枯渇し始めており、ウクライナ軍は砲弾が不足し始めています。ロシアはもともと精密誘導ミサイル PGM の備蓄は少なかったとみられており、シリア内戦の頃から空爆は主に自由落下の爆弾を使用するなど、ほとんど PGM を使わずにいました。今回のウクライナ戦争においても開戦時に思ったほどの空爆を行っておらず、ウクライナ軍を甘く見ていたという面もあるのでしょうが、PGM の備蓄は多くなかったのは間違いないでしょう。2月の下旬に開戦して、3月にはすでに PGM が不足していると欧米の専門家に指摘されています。そして6月に入ってからはいよいよ足らないようで、1960年代に開発された KH-22 大型対艦ミサイルを地上目標に向けて発射するなど、正直軍事的にあまり意味のない精密でもないミサイルを撃ち込んだりしており、当然目標に正確に着弾せず民家の脇に巨大な着弾痕を残したりしています。 KH-22 は冷戦時代の真っただ中の1960年代に設計開発された弾頭重量が 1000kg もある超大型対艦ミサイルで、米空母を一撃で葬り去るために核弾頭が装備できるように設計されています。弾頭重量 1000kg ですので、核弾頭も十分に搭載可能であり、空母のみならず護衛の艦艇も含めて空母打撃群丸ごと葬り去る目的で開発された対艦ミサイルです。対艦ミサイルですので、管制誘導 INS で目標に近づき、終末誘導は自らレーダーを発しながら目標を探知し突入するという形態のミサイルであり、地上目標用ではありません。今回おそらくは INS のみを使用して目標に打ち込んだと思われますが、1960年代の INS ですので精度も低く、軍事目標には当たらず民家の脇に着弾しています。ロシアではPGM を生産する上で必要な部品も西側から入ってこなくなったと見られており、もともと備蓄が少ない上に生産も満足にできない状態となっています。部品の枯渇は戦車の部品などにも生じており、T90 戦車用の暗視装置などが部品不足で生産できなくなっています。ウクライナは今、火砲や装甲車両も弾薬も不足しています。最近では砲弾不足が深刻化してきているようです。欧米の国々が兵器や物資を送っているじゃないかと言われるでしょうが、ウクライナが必要としている兵器や弾薬のほんの一部に過ぎませんし、歩兵用の携帯兵器や軽量ミサイル以外は多くが旧式兵器です。スペインがレオパルド2 A4 を送ると言い出したのですが、これはどうやら NATO が止めたようです。レオパルド2 A4 も1980年代半ばから生産されたタイプで、決して最新型ではなく、スペイン軍が提供を検討していた車両も倉庫で保管されていたものです。スペイン軍の今の主力戦車は、2000年代に生産が始まったレオパルド2 A6 です。A4 はスペイン陸軍ではすでに退役しているのです。しかし、それすらウクライナに提供できないということは、おそらく NATO というよりはアメリカとロシアの間に密約でもあるのでしょう。ロシアも兵や兵器を失っていますが、ウクライナも兵も兵器も失っているし、弾薬も使っています。もともとの装備数ではロシアは圧倒的で、多くの兵器や兵を失ったとはいえ、元がウクライナ軍より数倍多いので、シベリアや中央アジアからかき集められるとウクライナ軍も苦しいでしょう。ロシアは
いろいろと問題がありましたが、少なくとも砲弾は相当持っていたようですので、東部の戦いでも毎日毎日5万発以上の砲弾をウクライナ軍に撃ち込むことができるわけです。 PGM は足りなかったけど、砲弾はたっぷり備蓄していた。ウクライナ軍は歩兵携帯兵器は西側から援助してもらえてある程度揃ったが、砲弾は西側の規格と違うし不足してきたという感じです。ウクライナ軍は西側の兵器と砲弾を導入しつつ、東欧諸国からソ連規格の砲弾も入手しないといけないので、規格の違う兵器があれこれあって補給にも負担がかかっているでしょう。今回のウクライナ戦争で近藤が感じたのは、継戦能力は兵器の生産能力よりまずは兵器と弾薬の備蓄量だと感じました。日本も弾薬類の備蓄と予備の兵器は分散してたっぷりと用意しておかないといけません。現代では戦車、航空機、護衛艦など大型の兵器以外でもすぐに作れない兵器が増えています。暗視ゴーグルだって、ラットサイトだって、ミサイルだってすぐに大量生産などできません。有事の時は備蓄の量で決まると思います。悠長に生産している暇などありません。日本も防衛政策を見直して新兵器の導入も良いですが、兵器や弾薬の予備をしっかりと備蓄しておかないと勝負になりません。そちらにもしっかりと予算を当てていただきたいです。弾薬庫や兵器の備蓄庫は開戦と同時に狙われる可能性が高いので、分散してしっかりと保管する必要がありますし、最初の一撃で兵器や兵員を失わないように備えることも非常に大事です。ウクライナ軍がこれほど前線できている大きな要因は、初戦で兵力の多くを失わないように分散配備していたということが非常に大きかったと思います。それはウクライナの政治家が危険を感じて軍に事前に命令を出していたからできたことです。奇襲ではなかったのだから当然だという意見もあるでしょうが、政治家がきっちりと決断したのも間違いのない事実です。日本の場合もシビリアンコントロールですので、危険を感じた時に自衛隊に出動を命じて分散配備するには政治が決断しないといけません。防衛出動待機命令を出すと相手を刺激するからとか眠たいことを言っている間に攻撃を受けて、駐屯地や基地で部隊が壊滅とか目も当てられません。そういう現実が直視できない政治家が無数にいるのが日本防衛における一番の心配事です。有事の際に本当に機能する防衛力、法律をきっちりと整備していただきたいですし、まず無能な政治家を一掃したいというのが近藤の思いです。本気で政治を変えないと、自衛隊の能力以前の問題として日本の防衛は本当にやばいと感じます。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。